ペイパル、ホールディングズインクは、電子メールアカウントとインターネットを利用した、決済サービスを提供するアメリカの企業である。ペイパルアカウント間や、クレジットカードでの支払い、口座振替による送金を行う。アメリカを中心に世界に広く普及している、決済サービス。190の国と地域で利用でき、21通貨以上に対応。二千十一年二月現在、 世界中で2億2000万のアカウントが開設されている。金銭の授受をペイパルが仲介するため、取引先にクレジットカード番号や口座番号を知らせる必要がなく、安全なサービスであると謳われている。なお、日本を含む同社の国際部門はシンガポールを拠点としている。1998年12月にペイパルインクの社名で、 ピーター・ティールとイーロン・マスクにより設立。アメリカのカリフォルニア州産のゼ日本社がある。2002年にイーベに買収されその子会社となっていたが、2015年7月に PayPal Holdings Inc. の社名で独立した。日本ユーザーの利便性向上を目的に、2007年3月より、サイト全体の日本語表示が開始され、日本国内の電話問い合わせカスタマーサポートが、 新設された。パーソナルアカウント、またはビジネスアカウントを取得し、ペイパルアカウントを開設する、クレジットカード情報やデビットカード情報、または銀行口座を登録する。以下の2種類の口座がある。どの種類でも無料で即座にアカウントが開設でき、アカウント維持手数量も無料である。パーソナルとビジネスの違いはである。パーソナルでは、 本人確認を完了することで10万円以上の取引が可能。パーソナルの場合は、ペイパルアカウント間の振込手数料が無料なのに、対してビジネスは有料であり、また、ペイパルでクレジットカードなどから売り上げを立てる場合、パーソナルの方が決済手数料が高い。2010年4月1日より、資金決済法の改正によって、日本国内ペイパル同士及び、 日本から海外への個人間送金が一時的に不可能となり、その代わりプレミアを及びビジネスアカウント同様、ペーパルに手数料を徴収することが義務付けられた。クレジットカード現金化も参照。ショップと連動させるためのサービスを利用可能。日本語、SNS アカウント。ありがとうございます。